岸田内閣総裁に注目。誰？休んでください。はい。内閣総理大臣の岸田文雄です。G7 広島サミットまで、いよいよ1週間を切りました。あと6日となりました。今回のサミットは100万人を超える人口を擁する大都市での開催であり、ここ宇品から宮島までの間、会場移動も予定をされています。そのため陸と海の両面の警戒を徹底していただく必要がありますが、今サミット会場やその周辺で陸海それぞれの持ち場において、昼夜を問わず警戒警備の任務に当たっておられる警察海上保安庁の皆様を前にして、大変心強く感じております。今回のサミットは我が国において7回目、7年ぶりのサミットであります。この難しい、そして厳しい、国際情勢を、考え合わせますと、私は日本の歴史においても最も重要なサミットになると感じております。この歴史的なサミットを安全かつそして円滑に進行するのは開催国である日本のこの重大な責務であり、その責任はまさに皆さんの総権にかかっています。ぜひ最後まで互い緊張感を持って、また広島県民のこの皆さんのご理解とご協力もいただきながら、権利を完遂していただきますよう心からお願いを申し上げます。最後になりましたが、皆様方の活動ご努力心から敬意と感謝を表し申し上げながら、歴史的なサミットの成功に向けて、これからますますご活躍いただきますこと心からお願いを申し上げて、私のご挨拶をさせていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。岸田内閣総理大臣に注目。誰？はい、それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
では、まずはじめに本開所式の主催者である岸田文雄内閣総理大臣より皆様にご挨拶を申し上げます。はい、皆さんこんにちは。内閣総理大臣の岸田文雄です。いよいよサミット開幕まであと6日となりました。昨年8月にここ広島において、サミットを開催することを、発表させていただいて以来、その準備に一方ならぬ、ご協力をいただいております、広島県広島市、また関係者の皆様方に、心から厚く御礼を申し上げます。今国際社会は新型コロナを乗り越えて経済を立て直していかなければならない。また歴史上初めてエネルギー危機あるいは食料危機といった深刻な状況に対応していかなければならない。また平和な国際秩序が揺るがされている。まさに大きな歴史の転換点にあると感じています。その中でサミットにおいては経済であったり安全保障であったりまた気候変動や AI といった緊急な課題にしっかり向き合い議論をしていかなければならない。私はこの今回のサミット我が国において7回目となります日本が主催するサミットですが日本の歴史においても最も重要なサミットになると感じています。このサミットにおいて日本は議長国として議論をリードし法の支配に基づく国際秩序を維持強化する、あるいは核兵器のない世界に向けた取り組みを進めていくなど G7 としての強い意志を世界に向けて明確に示していかなければなりません。ここ国際メディアセンターは日本はもちろん世界各国の報道機関の取材発信の拠点となる施設です。関係する皆様方のご協力をいただきながらサミットの活発な議論の様子あるいは G7 としてのメッセージそして広島をはじめ日本の魅力を世界に発信していただかなければなりません。大いに期待を申し上げているところです。同時にこの国際メディアセンターに設置される各種展示についても内外の報道機関の皆様方にぜひこのしっかりとご覧いただき日本から国際社会への平和のメッセージあるいは日本の美しい景色や文化あるいは食さらには持続可能な未来を切り開く鍵となります我が国の優れた技術こういったこの我が国の幅広い魅力についても大いに発信していただきたいと思います。また外から来られる関係者の皆様方には広島のお好み焼きをはじめとする食も十分に楽しんでいただければと期待しているところでございます。皆さんのご協力をいただきながらぜひこの歴史的なサミットを成功裏に開催いたしますことをお誓い申し上げてご挨拶をさせていただきます。本日も誠にありがとうございます。よろしくお願いします。広島大学の江田春也と申します。学生ボランティアを代表してご挨拶させていただきます。
2月の決断式以降、我々学生ボランティアは各種イベントでのサミット PR ブース運営、ジュニア会議やプレスツアーのサポートなど、さまざまな活動を行ってきました。私たちは高校や大学等においてコロナ禍の影響を受け、さまざまな行事が中止となり、対外的な活動が困難だった世代であり、でもあり、こうしたボランティア活動に緊張をしましたが、多くの方々と交流することができました。今回のボランティア活動を通じ、サミットは政府関係者の方々をはじめ、数多くの人が関わり準備を行っていることを知りました。またそういった方々と直接お話しすることもでき、今後の自分の人生の糧になる貴重な体験をさせていただいていると実感しています。我々学生ボランティア一同、いよいよ来週から開催される G7 広島サミットの成功に、貢献できるよう、失礼しました。G7 広島サミットの成功に貢献できるよう、それぞれの場面で活動してまいりますので、よろしくお願いします。江田さん、ありがとうございました。それでは、岸田総理から一言いただきます。はい、岸田総理、よろしくお願いいたします。はい、まずただいま江田さん、大変力強いご言葉ありがとうございました。学生ボランティアの皆さんは、サミットに外国から、来られる方々が最初に、空港等で出会い、そして一番身近に、接して、いただく、まさに日本の顔になる、そういった存在です。ぜひこの今のような明るい元気な笑顔で、日本のイメージ好感度をアップに、努めていただければと、心から期待しています。いよいよ6日後に迫ったこの歴史的なサミット、皆さんと一緒に成功させたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは岸田総理と学生ボランティアの皆様との握手です。どうぞよろしくお願いします。はい、続いて記念撮影をお願いしたと思います。総理よろしいでしょうか。はい、それでは皆様どうぞカメラの方をご覧ください。ありがとうございました。それではお席にお戻りください。ご登壇の皆様はテープにハサミを添えてご準備ください。これよりテープカットに移らせていただきます。ご登壇者の皆様は私のどうぞという掛け声とともにテープにハサミをお入れください。それでは国際メディアセンターの開所を記念しテープカットいたします。ご登壇者の皆様どうぞ。ありがとうございました。続いて来賓の皆様で記念撮影を行いますので、皆様どうぞステージ前にお越しください。Thank you.
記念撮影を始めさせていただきます。よろしくお願いします。すみません、真ん中、こちらお願いします。はい、こちらでございます。ありがとうございます。記念撮影終了となります。すみません、はい、ちょっと前見ていただいて、はい、すみません、はい、カメラが見ますので、はい、それ前の日から終わってすぐに各国の見られる方がスタジオスペースを用意しています。で、あの囲いの中なんですか。それぞれの会社のブースになります。あのテレビ局、ラジオ局一つずつ、はい、はい、それからここからあの海外に映像が出てくるのが、はい、で、あの登録者数は新鮮ですね、5000人。実際の毎日約2000名の医者の数が10人です。で、このブースは全部で100人ほどあります。各社が、あとテレビ局ラジオ局が登録しています。で、それ以外のところは共用のワーキングスペース、ブース以外のところの各国のメディアの方がこういったところに参加しています。はい、そうです。で、左上が枯れた放送局の中に、まあ、遠藤公開に的なものが国際放送センター。で、それ以外は、それから、通信容量もすごく必要になるでしょうね。はい。それ補強してます。かなり補強してます。それから各国の記者の方が立ちレポをですね、レポートする場所を設定されています。例えばここなどもそうですし、この周りのところも予約制にしてですね、事前にあの場所割り振りますけれども、こういったところで海外に配信して取材してもらいますし、外も何か所か、中には現場機動部がそのまま家で立ちレポの場所もございます。ああ、外でも指定されてる、はい、あの指定といいますか、いや、いい場所を、いい場所がいくつかあります。アドバイスしたら、はい、ね、はい、あのまあ、ここしては大体できてますが、実際に、使われるのはその前の日曜日にかなります。でこちらが大学キッチンなんですが、お好み焼きをスタッフソースの社員の方が作っていただいて、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。はい、あといよいよ来週お待ちしておりましたが、どうぞよろしくお願いします。お願いします。世界の人に、はい、はい、お願いします。大学キッチン、いいチャンスだから、はい、はい、美味しそうですね。これいいですか。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。これもらっていいですか。はい、はい、ね、はい、はい、はい、いただきます。うん、うん、はい、まだやっぱりあのお好み焼きあったかいのが一番で、ね、本当目の前でこうやって、はい、焼いてもらって、あったかいの食べるのが一番ですから、外国の方もね、喜ばれるでしょう。おいしい。ね、はい、ソースといい。はい。うん、これあったかいと柔らかいし、ね、おいしいですね。うん。うん。ビーガンだからハラルで
そうですね、半分の食べる内容になってます。それを喜ぶでしょうね。安心して。広島に来たらぜひ食べたいと思います。うん。うん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。大変美味しかったです。じゃあぜひ外国の方はたくさん食べるでしょうからね。たくさん入ってしっかり広島アピールしてください。はい。ありがとうございます。じゃあどうぞよろしくお願いします。はい、でこちらのライブキッチンでは、お好み焼きの他にもですね、鉄板焼きの他に広島県産の和牛ですか、魚介類、うん、そういったものですか、日本全国から入れてくれた食材、日本酒やワイン、うん、そういったものも紹介をして、うん、海外のメディアの関係者の方に日本、広島の魅力を知っていただく、こういう機会でいきたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ、ぜひ期待しておりますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。お願いします。制作しました様々な国際広報を
動画の放映と展示を行っております、はい、今回総理には遠隔コミュニケーションロボット織姫をご紹介いたします、はい、織姫は入院や身体障害などによる移動の制約を克服し、その場にいるようなコミュニケーションを可能とするロボットです。織姫を通じて包摂性のある社会の実現を目指す日本の取り組みを海外に PR できればと思います。それでは実際織姫を遠隔操作している幸喜さんから総理にご挨拶いただきます。幸喜さんが、はい、遠隔操作してる、はいはいはい、Welcome to Japan Earth。はい、私は無人ロボット織姫にパイロットの幸喜です。はい、こんにちは。三重県から遠隔操作をしております。三重県から私は、はい、私は事故で頸椎損傷になり一番に取られました織姫パイロットとしての活動のほか、お土産や公園の仕事ももしたり、東京に出る人生をオリンピックの聖火ランナーを務めたりしています。今は IMC 開幕に向け海外メディアのあたり展示内容を英語で紹介できるよう準備を進めています。はい、織姫のご本番で、はい、笑顔で接客している私が伝われば嬉しいです、はい、展示台では東日本大震災からの復興に願いを込めて制作された生涯の復興を願いでも世界の無電化地域に明かりを届けることを目指し、日本企業が開発したソーラーランタンを展示していますので、ぜひご覧いただければ幸いです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それじゃあぜひ、世界の、皆さんにしっかりと、アピールしてください、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。